洋津横浜美術館像、渡辺裕子を12月25日から1942年12月5日は、洋画家、版画家、洋名、立つ。本名裕子、明治15年頃から字を書いて、裕子をごとする。明治9年、同門の渡辺文三郎と結婚したことで、渡辺姓を名乗る。父は、書生、五世田法隆。兄に、五世田義松がいる。 歴史学者黒板信夫は園籍。江戸久留米藩邸内で生まれる。父親の工房で兄吉松から洋画を学ぶ。明治10年、第1回内国官業博覧会に、油絵、人物図、野州切りぶり抱き図、出品し法上を受け、明治23年の第3回内国官業博覧会でも、五世が法流像で法上を受ける。肖像画を多く描いたが、明治17、 18年頃から版画に興味を持ち、同伴し、松田緑山に学んだ後、美合風の西洋人好みの日本風俗を描いた、版画集、大日本帝国古今風俗寸院万校を緑山の下で制作、外国人向けに販売する。その後も、日本の風俗を描いた、大日本風俗漫画や、日本鏡を発表する。また、長年、 家族女学校の画学教師を務めた。1893年、シカゴ万国博覧会婦人館に幼児図を発表。うに縛り付けられながらも影朗を取ろうと吐い出す。したたかな表情の赤子は、これから世界の舞台へ押し出そうとする新興国日本をは、しなくも象徴している。ありがとうございます。